それで元気だった？またこうしてお会いできるなんて思ってなかったので、すみません、浮かれてしまって。突然だけど、山崎さん、ご家族とかはお元気なのかな？小さい頃、両親が離婚して、私、おじさんの家に預けられました。そこは本当にひどいところでした。いじめられたことしか記憶にありません。おじさんの奥さんがそういう人だったみたいで、私はいつも傷だらけでした。つらかったら無理に話してくれなくてもいいんだ。いえ、青山さんには隠し事したくないから。真冬に水風呂につけられて肺炎を起こしたこともあります。階段から突き落とされて肩の骨を折られたことも。お医者さんが心配してくれて、そこで母のところに戻ることができたんです。いくつくらいで？小学校1年生の時です。そう。母は再婚していました。怪我はなくなりましたけど、母の再婚相手が私のことをひどく嫌ったんです。その男の人は足が不自由でいつも家にいました。私は毎日学校から帰ると母が帰ってくるまで電気もつけない部屋でじっと黙って過ごしました。ごめんなさい、こんな話普通じゃないですよね。私のこと嫌いになったのならそう言ってください。不思議だね。そんなに辛い過去があるのに山崎さんはどうしてそう見えないんだろう。バレエがあったからだと思います。素質があったんだよ。よくわからないけど、バレエを踊っている時だけは暗く歪んだ自分の心が綺麗に澄んでいくような。それであれだけ嫌なことが続く人生でも死ななかったのかもしれませんね。君は素晴らしい。僕は君のような女性を探していたんだ。あなた？涼子。ちょうどよかった、紹介するよ。山崎あさみさんだ。
浅見。私を抱いたの一度だけ。でも私誰かを期待してた。バカですよね。ごめん、許してくれ。あなたの喜ぶことなら何でもしてあげる。私これが好きなの。何やってんだ、やめなさい。でももうこんなになってるじゃない。やめろ。指が3本と耳が1つと確か舌も1枚多かったみたいですよ。
これはね、骨付きのお肉でも簡単に切り落とせるのよ。私はいつだって不幸だった。麻美、やめて。いけません。ここはやっぱり女が支えてやらないと、くたびれてしまうんだから。そうだ、オーディションやろ。息子に言われたんです。最近勝負遅れてるんで再婚でもしたらって。それでその気になりました。Awesome.